やはりどうしても行くつもりか。過ぎて帰らぬ不幸を悔やむのはさらに不幸を招く近道だぞ。泣いて暮らしても一生、笑って暮らしても一生だというのに。私がどうかしたの？お兄ちゃん。そうなの？私のことでお塩さんと喧嘩しないでね。わしはお前を止められた義理ではない。しかし必ず後悔する時が来るぞ。いいか、覚えておけ。怨念は怨念しか生まんことをな。
あの宝石を使うのは今よ。やるべきだわ。何考えてんだ。早くあの石を使え。とどめというのは、本来倒れた敵の喉を突き刺すことを言うのだけれど、今回は必要なかったようね。やったね。We'll be right back.
おほほほほほ、バカ弟子ではないか。よくわしを見つけられたな。これは舶来の健康器具でな、内臓の健康に良い上に3ヶ月で15キロ痩せられるのだ。おまけに腰痛にもいい。おかげでここのところ会食快便だわい。ぬおはお前も懲りておらんようだの。だからお前はアホなのだ。知らんの。そんなに知りたかったらわしともう一度剣の勝負だ。あれからどれだけ腕を上げたか見て。私は腕を上げたようだな。ほれ、わしに数回勝っただけで全てを得ようなど甘いわ。あまりに甘くて蜂蜜を吐いてしまいそうだわ。わしはこの村には二度と来ん。再び放浪の旅に出る。天地をもって我が心とすれば至るところに安楽あり。次に流れ着く場所を探し当ててわしに勝てたら少しは考え直してもよいぞ。ん？ではさらばだ。鉄拳を食らいたいようだな。
通の服ね。